はい、皆さんこんにちは。リフォームの達人プロデューサー山崎徹です。今日のテーマですけれども、アイレベル収納が熱い、とうとうアイキャッチウォールとタカラのアイラック、この2つを中心にですね、このアイレベル収納について解説していきたいと思います。そもそもですね、アイレベル収納とは、これですね、最も手が届きやすい、このアイレベル、目の、高さでですね、この最も手が届きやすいアイレベル、これはですね、カウンターを雑然とさせない大切な収納なんですね。スリットがあるレイアウト、ここのアイレベルの収納の設置、まさにこれは収納場所から置き場所に変える。いわゆる釣り戸のような収納という観点から考えるんじゃなくてですね、置き場所、作業性、今人気な理由、TOTO VS 宝アイレベル戦争ですね、釣り戸の下の戦争ということで、本日のテーマ5つです。作業効率アップということで、アイレベル5つのチェック、ご紹介していきたいと思います。1つ目、釣り戸のデッドスペースの解決。2つ目、アイレベル収納の用途はこれ、大切なポイントですね。そして3つ目、アイキャッチの魅力、TOTO アイキャッチ2つのタイプがあるんですね。そしてアイラックの魅力は生活スタイルなんですよ。最後、窓があった場合はどうなるの、この5つでお届けしていきたいと思います。はい、私のチャンネルではですね、システムキッチンの失敗しない選び方、LINE 公式、Facebook、電動昇降とか、相当ダウン、そして、食洗機電動昇降、いろんな比較してますので、ぜひチャンネル登録してフォローいただければと思います。はい、では早速いきましょう。釣り戸のデッドスペース解決。まあ、そもそもですね、釣り戸自体はですね、あまりこう下げすぎると、まあ、長い釣り戸なんかすると、この圧迫感ありますよね、目元のところに。でこのアイレベルっていうのはですね、このまさにこの目の、この釣り戸を普通に下げると圧迫感あるけれども、取り出しやすさとしては一軍収納と呼ばれる、一番取り出ししやすいと。そしてこの一軍収納を生かすために、この釣り戸の下を活用する、これが調理中、洗い物、それぞれ場所の用途によってもまたこの一軍収納アイレベルのポイント変わってくるんですね。はい、ではですね、調理中の利用、この、まあ、ポイントなんですけれども、調味料の、まあ、収納場所ってどうされてますか？ほとんど多くの方がですね、収納場所、今日、まあ、お伝えする収納場所という観点からするとですね、本当はどこかに入れとけばいいけれど、調味料、こういった時、調理中さっと手が届く時、欲しい時に、すぐ分かる、そんな場所ということで、置き場所になってカウンターの上に置かれている方、こんな感じですかね、多いんじゃないでしょうか。使わない時にはさっと隠せたりですね、収納を保管する、役割がある。こうすることによってカウンターをすっきりさせたいですよね。さらに洗い物、これも洗い物もですね、仮置き場所必要じゃないですか。結果的に水切りかごは代わり、こういったもの欲しいですし、カウンターがもし水切りかごなくなれば広く使えます。常にきれいに見栄えよく、作業スペースもやっぱり広くなりますよね。この調味料、洗い物の問題、これを解決するのが3つ目、 TOTO のアイキャッチなんですね。この TOTO の、アイキャッチの魅力、まあ、アイレベルの収納になるんですけれども、真空上の場合はこの上段の分ですね、水切りかごの代わりになりますね。ちょっと、まあ、お玉を洗ったもの、それからコップ、お茶碗、小さなものちょこっとこう置けたりですね、開けたまま、引き戸になってますね、開けたままあるんで圧迫感はゼロなんですね。で内部寸法は奥行き 180mm なんで、奥行きは若干奥まってますということで、アイレベルというところでですね、圧迫感を感じさせず引き戸で使い勝手もいい。そしてコンロ側、下の段ですね、パッと見ていただいてこう取り出せますので、レンジフードの隣にこのコンロ側の設置になるんですけれども、調理をしていて、調味料欲しいなと思ったらすっと手が 取り出せる、この辺は作業性のアップというふうになるかと思います。はい、片や、4番目、宝さんのアイラックですけれども、魅力は生活スタイル。まずですね、この釣り戸下についたアイラック、欲しい時にさっと簡単に下に下げていただいて、
調味料やスパイス類、もちろん小さなお弁当グッズ、何か欲しいとき、朝の忙しいとき、さっと下げてそこから取り出せる、嬉しいですね。あとはですね、冷凍ご飯のタッパ、密閉容器、こんななんか、入れていただけるととても便利かと思います。でさらに生活スタイル、例えばですね、お気に入りのコーヒーの入れ場所、もしくは小さいお子さんいる場合なんか赤ちゃんの離乳食入れていただいたり、ご高齢の方はですね、お薬の保管場所としてですね、この生活スタイルに合わせたものをですね、このアイラックに入れていただく方、とても多いんですね、便利かと思います。じゃあ最後、窓があった場合どうなるのということなんですね。こちらアイキャッチも、アイラックもそれぞれ釣り戸の前、結構こう釣り戸があるということは窓があるケース多いかと思うんですね。でこういった窓がある、出窓がある、そういった時にもこの収納自体は、釣り戸の下につけますので、裏側のアイキャッチ、セイタがなくても、風が通って光も通る、全く問題なく、これ収納部分と水切り部分それぞれあるんですね。そして下の段、アイラックですけど、これもですね、さっとこう、取り出せます。水切りタイプもありますんでね、水切り、ちょっと鍋とかボウルとか大きいものを置きたいとき、これを、仮置き台として水を切っている。懐かしいところで言うと、昔の流し台ってこういうのありませんでした？シンクの上にですね、流し台があってパイプがついて、水切りパイプのような上であったら、釣り戸の下にちょっと引き戸になっていた、まあ、なんていうんですかね、もう本当にガラスのついていた、本当お薬入れてたなって今から思うのがあるんですけど、引き戸になっているもの、まさにそれの現代版がアイキャッチ、それからアイラックということではないでしょうか。風も通します、光も通します、とても便利ですよね。はい、では今日のまとめいきたいと思います。釣り戸のデッドスペース解決、これはやはり一軍選手の、ハイレベル収納ということでした。奥行きが浅い、取り出すときに下がる、引き戸になる、こういった普段の開きの扉ではなくてですね、ハイレベル収納ならではのデッドスペースの解決策、これがポイントです。2つ目、ハイレベルの収納の用途はこれということで、調味料、こういったコンロ周り、さっと手が届く、シンク周り、それから、作業スペース、お弁当の小さなグッズ、こういったいわゆる用途、それぞれ生活スタイルに合わせて使えますよね。アイキャッチの魅力は何て言ったって、水切り部分のシンクで、調味料部分の収納、それぞれ分けて、引き戸に使っていただければいいんじゃないでしょうか。アイラックについても水切り棚ありますし、さらに小さな小物も生活スタイルに合わせてぜひ入れてください。はい、最後窓がありましたね。水も光も最後、まとめましたが、全く取り付けの、制約を受けませんので、いろんなバリエーションでですね、このアイラック、アイキャッチ、使っていただければと思います。はい、本日も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。日本の達人プロデューサー山崎